サポート付き貸し農園ならシェア畑。シェア畑菜園アドバイザーの渡辺です。今日は大きなトウモロコシを作るための分かれ道、5月後半からやるべき作業についてポイントをご紹介していきたいと思います。トウモロコシの栽培は早まきした方は6月頃から収穫が始まります。4月頃から種まきした方はそろそろぐんぐんと大きくなる頃だと思います。トウモロコシの場合は栽培初期から栽培後半までいろいろと作業がありまして、それを一つ一つ対応することで大きな立派なトウモロコシがなります。5月後半は一つの分かれ道となりますので、同じような生育をしている方はぜひ参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。ではトウモロコシの現状を見ていきましょう。このように背丈も大きくなり、茎も太くなってくる時期となります。そろそろ雄花、雌花もつき始めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。こちらに雄花が咲き出しています。これから花粉がつき始めますので、いよいよ受粉の時期に入っていきます。栽培のタイミングによってはすでに受粉が始まっている方もいれば、これから受粉の方もいらっしゃると思いますので、状況に応じて作業をしていただければと思います。トウモロコシが小さいうちに雄花、雌花が咲いてしまった方は冬害にあった可能性があります。4月5月は夜間寒い日もありました。それによって冬立ちが早めに始まってしまうケースがあります。背丈が大きくならないとなかなか大きなトウモロコシはならないのですが、おしべ、めしべが出てきてしまった方はそのままぜひ育ててみてください。苗や種で再度巻き直しもありますが、これから巻いたものは害虫被害に遭いやすいので、予防対策をしながら栽培してみてください。トウモロコシを大きくしていくために大切な作業をご紹介していきます。1つ目、追肥と土寄せです。追肥の2回目としては、おしべができ始めた頃にするのがいいと言われています。このタイミングでうまくやることで大きなトウモロコシになり、甘みも増すと言われてますので、追肥のタイミングというのは非常に重要です。2回目の追肥に関しては、株元から 20〜30cm 離れたところに鶏糞を1箇所あたり 10cc から 20cc ほど入れていきましょう。それを両サイドにやってみてください。このような畝の場合は肩口あたりに追肥をしましょう。また土寄せですが、根がこのように表面に出てきてしまうので、これを埋めるような形で追肥してみてください。だんだん表面にむき出しになってきますので注意しましょう。2つ目、乾燥させないように注意してください。これから受粉を始めてトウモロコシが肥大化してきますが、乾燥してしまうとなかなか実が大きくならず、土壌の養分も吸収してくれないので、乾燥しないように注意してください。マルチで栽培していれば気にする必要はありませんが、プランター栽培やマルチを設置していない栽培の場合は土壌の水分量に注意してください。3つ目、人工授粉にチャレンジしてみましょう。トウモロコシの雄花に花粉がついてくる頃には雌花も咲き出します。農家さんなどが栽培する場合は、雄花、雌花が咲く頃がある程度一定で、大量に作っている分受粉が自然に行われることが多いのですが、家庭菜園の場合は雄花、雌花が出るタイミングがバラバラだったりしますので、雄花に花粉がついたタイミングでカットして雌花に押し付けてあげるようにしてください。雌花から出ている紐のような一本一本にトウモロコシの実がつきますので、念入りに受粉させるようにしてください。大量に作っている場合は風や虫に任せて自然受粉でもいいですが、少量の場合はやってみてください。実行する日は今日のようなカラッとした日で、午前中にやるといいでしょう。最後のポイントです。油虫処理は忘れずにやっていきましょう。ここまで作業をして順調に進んでいけば、大きな美味しいトウモロコシを狙っていくことができますが、トウモロコシはたくさん肥料を投入することもありますので、アブラムシがつきやすいです。特に雄花や雌花に
アブラムシが発生しますので、初期段階で撃退するようにしてください。放置しておくと雌花がびっしりとアブラムシで侵されることがありますので、肥大化せずに終わってしまうこともあります。注意してください。また時期はちょっと早いですが、泡の芽以外にも注意しておきましょう。人工授粉で使わなかったおしべはタイミングを見てカットしてしまった方がいいでしょう。おしべに泡の芽以外の成虫がやってきます。産卵されないようにぜひカットをしてみてください。またアブラムシ同様に発生していないかどうかのチェックは必ずやっていきましょう。今回は以上です。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた。皆さん、家庭菜園でこんなこと悩んでおりませんか？野菜の栽培方法がわからなくて困っている。正しいやり方でやっても失敗しがち。自分で農具や農業資材、種や苗を全部揃えるは大変。詳しい人に相談しながら野菜作りを楽しみたい。それ全部シェア畑にご相談ください。興味のある方は動画の概要欄からアクセスしてみてください。お待ちしております。